皆様ご卒業心よりお祝い申し上げます。この1年コロナ禍により私たちの生活は一変しました。皆さんの中には将来に不安を感じている人もいるのではないかと心配しています。今日はそんな皆さんを勇気づけ、未来に希望を持ってほしいとの思いでお話ししようと思います。私のいる UNDP は持続可能な開発目標 SDGs の推進をミッションとしている国連の機関です。 UNDP が世界の人間開発指数の計測を30年前に始めてから去年初めてマイナス成長となり、人類の進歩が逆行したのです。 SDGs 達成期限の2030年までにはあと8年。この8年をどう過ごすかによって地球の未来が変わる、今そんな岐路に私たちは立っています。コロナ禍では最も立場の弱い人々が最も影響を受けています。格差、差別は世代を超えて引き継がれ、それがさらなる社会不安、暴動、紛争を呼び、世界は混迷を深めています。日本でも近年の極端化する気候と災害により大きな被害を被っていますが、気候変動の影響はいずれ日本の今の豊かな食生活も持続できないようにしてしまうでしょう。人類の活動が地球への負荷を高め、もう今の社会経済システムは持続可能ではなくなってしまっています。皆さんが今後どのような進路を歩まれようとも、ニューノーマルに順応していかなければなりません。ですが順応するだけで良いのでしょうか。どうせ新しい日常が来るのであれば、もっと住みやすい、人間らしく生きられる社会に変えていこう、そうは思いませんか。一橋大学は世界の諸課題を解決する社会イノベーションのための知識創造を使命とし、意欲的に取り組んでいるとお聞きしています。その一橋で学ばれた皆さん方に3つのお願いがあります。お願いの第1点目、何も変わらないと諦めたり、これはこういうものだと鼻から決めつけ思考を停止していないか、いま一度立ち止まって、自問してください。関連しているのでお願いの第2点目を続けます。おかしいと思ったことに声を上げ、果敢に大きな問題に取り組んでほしいということです。私は日本でもっと若い世代が柔軟な発想で社会課題について発言していくべきと思っています。日本社会は年功序列が根強く残る上、周りを忖度し前例主義に陥りがちです。硬直した社会、旧弊を打破するにはものすごいエネルギーと勇気がいります。また SDGs の目指すインクルーシブで誰も取り残さない社会というのは、実は社会に根ざす無意識のうちの偏見に正面から向き合わないと実現できません。例えばジェンダー平等、コロナ禍では雇用の危機にさらされやすい非正規労働の比率が多い女性に家事の負担、暴力の被害が重なり、女性は不均衡に、過大に苦境にさらされています。にもかかわらず意思決定の場には女性は十分参画できていません。日本では社会の男女の役割についての無意識の刷り込みが強く、女性側からも自らの可能性や発言に制限をかけてしまっている面もあるのではないでしょうか。国連では男性のみに偏った討論会や会議は開催してはいけないことになっています。女性であれ障害者であれ、まず格差が生じている側に発言の機会を作り、意思決定の場に含める、そういったとこから始まります。若い皆さん、女性の皆さんが声を上げる、そして上の世代は多様な意見を汲み取り、若者、女性にもっと決断権を与える文化を作る、双方向の取り組みが必要と思います。さて皆さんのお願いの3点目は、バラバラにある点を線、面でつなぐこと、それを心がけてほしいということです。もう一つの分野での一つの会、あるいは単体としての技術が社会課題をすべて解決するなんていうことはありません。
複雑に絡み合う諸課題を多分野まとめて解決するには総合的なアプローチが必要です。でもそれをつなげるには意図的な努力が必要です。私のいる UNDP では 17RSDGs の一つ一つを個別に追求するのではなく、いくつものゴールに相乗効果をもたらす加速要因を特定し、イノベーションとさまざまなパートナーの力を合わせて規模の拡大を目指しています。例えばコロナ禍の中、リモートワークが可能となったことにより、私たちの働き方、生活意識にも変化が生じています。これまで長年変えられなかった長時間労働、通勤地獄、家事育児の偏在による女性の社会進出の遅れ、地方の過疎化などの諸問題が発想を柔軟にしたら一気に解決でき、脱炭素化社会、デジタル化社会に向けた取り組みの中で地球にも個人にもよりストレスの低いシステムを近々実現できるかもしれません。これだけで少なくとも10の SDGs に同時に進展が見られることになります。先行きの見えない不透明な時代にあって、 SDGs は私たちをより良い地球社会に導いてくれる羅針盤です。コロナ禍からの復興はそれ以前からのさまざまな社会経済の歪みをもっと根本から正す機会にしないといけません。国連では最近、ビルドバックベタ、より良く復興するのでは足りず、コロナ禍をきっかけにビルドフォーワードベタ、社会を前進させようと呼びかけています。ビルドフォーワードベタトゥギャザー、皆さん力を合わせてご一緒に未来を切り開いていきましょう。先般、一橋 HQ ウェブマガジンで大月副学長と対談させていただいています。その記事も合わせご覧になっていただければ幸いです。この度はご卒業、誠におめでとうございました。